海野博作、髪結い。超一流の腕を持ちながら、もんだくれの髪結い親父。元は大阪で、キワヤ甚兵衛と呼ばれる大金持ちだった。女房子供と別れて江戸で暮らしている。一方、江戸の呉服屋の家内となった女房の末裔がこの髪結いの噂を聞きつけて会ってみると、やっぱり貴和人、実の娘の婚礼の髪を結ってやることができるのか。それでは海野博作、小粋な江戸の物語シリーズ、江戸星月夜から髪結い、アメトンボの朗読でお楽しみください。桃の花が香っていた。暖かな陽気で江戸の町も急にウキウキしてきた。呉服の泉屋の家内松江は自分の部屋でお茶を立てていた。四十をいくつか過ぎ、落ち着いた物腰であるが、趣味のいい着物を着ていた。茶の立て方もさりげないが、ゆったりした手の動きが気持ちがいいほど見事である。どうぞ。彼女は向かいに座っている鴨に茶碗を勧めた。横山町の小間物問屋に嫁に行った義理の妹である。いただきます。静かな時が流れていく。茶釜の湯が沸いている音が聞こえている。おいしいわ、お姉さん。それからまた話が始まる。おしゃべりな鴨があれこれと江戸の噂をして、松江がそれを聞いている。話があまりにもたわいなくて、ふと別なことを考えたりする。午後のひとときを茶を立てて過ごしている。何一つ不自由のない平安な日々だ。うらやましいわ、お姉さん。また鴨の声が聞こえてくる。何でも知っていて何でもできるのですもの。そうだろうか。知らない方ができない方が幸せの時もあるのではないか。それを覚えるために、いや覚えなければならなかったために、多くのものを失ったような気がする。松江はまだ何も知らなかった頃を懐かしく思い出している。今日は髪が素敵ね、鴨さん。そうですか。お姉さんみたいに自分で上手に言えるといいけど、私はちっともうまくいかないの。だから女髪結いにやってもらったんだけど、なかなか気に入らなくて。昔の人はみんな自分で言ったのよ。私の母も自分で言って、私にも言ってくれた。女髪結いなんていなかったというわ。いつから髪結いさんに頼むようになったのかしら。そうね、私が娘だった頃かしら。世の中が贅沢になって、いろんな変わった髪型が生えるようになって、難しくて自分じゃ言えなくなったの。胸にポカリと穴が開いて、そこに風がどっと吹き込んできたような気がした。あの人が私の髪を言ってくれた。恨めしさがあふれ出し、それを懐かしさが覆っていった。あの人は私の髪を言ってくれて、甘やかして、それからいなくなった。もうずいぶん時が経っていて、私はもうあの時のことを笑って話せる。それだけあれからいろいろなことがあったのだ。私は今幸せだ。決してあの頃に戻ろうなどとは思わない。今の生活に満足している。たった一つの気がかりは、
娘の絹のことだけだ。あの子を立派に読み入りさせてやれば、もう心残りはない。それもいい話が決まって、あとは読み入り自宅の心配ぐらいなものだ。そういえばお姉さん、とっても上手な髪結いがうちの近所にいるの。女髪結いなの？いいえ、男なんだけど、その人に言ってもらうと、きつくないのに何日も形が崩れないし、それに何よりもすごくきれいに見えるんですって。深川の芸者衆から呼ばれるだけでなく、お武家屋敷からもこっそりお呼びがあるらしいわ。でも本当は髪結いはいけないのよ。贅沢だからってご禁令が何度も出ているっていうんでしょ。でもそれは表向きで、女髪結いなんかあれほど取り締まりがあったのにちっともなくならないじゃありませんか。そうみたいね。このお店の前を通る人たちを見てごらんなさいよ。自分で言っている人の方が少ないくらいだわ。その通りだ。私たちはいつの間にか誰かに髪を結ってもらうのを当たり前だと思うようになってた。そんな時代の変化が末裔をぼんやりした悲しみに浸した。もしも母のように自分で髪を結っていたら、私も別な生き方をしていたかもしれない。でも私はこうして今落ち着いている。後悔はしていない。もう一服いかが？いただきます。釜の蓋を取って湯を汲んだ。茶碗から白い湯気が途切れずに立ち上っていた。この前の上総屋のお嬢さんの婚礼の時もその髪結いさんを頼んだそうです。そりゃ見事な島田でした。私もあんな風に言ってみたかった。いつまでも気が若いこと。あら、お姉さんひどい。にぎやかにおしゃべりをして義舞は帰っていった。茶道具を片付けながら、松江はさっきの髪結いの話を思い返していた。お絹もその人に頼んで言ってもらおうかしら。それまで自分が娘の髪を言ってやるつもりであった。なぜ急に気が変わったのだろう。やはり髪を上手に結うというその髪結いに心を惹かれるところがあった。あの子にはどうしても幸せになってほしい。だから贅沢かもしれないが、できるだけのことはしてやりたい。数日後にカノがまた来たとき、松江はあの髪結いのことをもっと聞いてみた。どんな人なの？もうあまり若くはないの。50ぐらいかしら。頭が半分白くなっているけれど、冗談がうまくて子供たちに人気があるわ。独り者でお金があるとお酒を飲んでブラブラしているの。きっと若い時随分と道楽したんでしょうね。どうしてわかるの？酔っ払うと歌ったり踊ったりするの。まるで男芸者のように上手だわ。なんだか危なっかしい人ね。怠け者なのよ。でも腕は確かだわ。それぞれの人にとてもよく似合う髪を考えてくれるというわ。それに江戸っ子のように切符がいいの。同じ長屋に住んでいる貧しい娘たちの髪をタダで言ってやるんですって。江戸っ子の鏡よ。もっとも大阪の人らしいけど。あら、大阪なの？どこで髪結いを修行したのかしら。俺は人の髪を結うのが好きだから道楽で髪結いを習ったんだって言ってたわ。そう。松江は服装をゆっくりと何度も畳み直しながらぼんやりと言った。それから一週間ほど松江は迷っていた。娘の婚礼が迫っていた。支度はほとんど整っている。ただ髪をどうしようか、
私が言ってやるのが一番いいではないか。母が娘の髪を結う。それでいい。余計なことをしてかえってつまらないことになったらどうするのか。でも、あの髪結いに頼んだ方がいいのではないか。いや、そうすべきではないか。そうしなければ私はきっと後で悔やむだろう。それで彼女は髪結いを頼む決心をした。松江は自分の部屋で娘の絹と話していた。いくらかわがままに育ったが、母親の通ってきた悲しみや苦労を理解することができる賢い娘だ。そのことは母には嬉しかったが、もっと無邪気なままに置いといてやりたかったとも思った。おかみさん、神井さんがおいでですが。そう、じゃあここにお通しして。廊下に足音がした。絹はびくりとしたように身じろきをした。お前もちょっとだけここにおいで、と松井が言った。障子が開いて初老の髪結い職人が入ってきて丁寧にお辞儀をした。どうも、本日はありがとうございます。お嬢様のおめでただそうで、光栄なお仕事、務めさせていただきます。ご苦労様。この娘なんです。見てやってください。どんな髪型がいいか似合うのを考えてくださいな。こりゃ嬉しい。とびきりのを工夫いたしましょう。さてさて、どんなのはよろしいか。歌うように陽気にしゃべりながら髪結いは顔を上げた。そして絹の顔を見て、ちょっと言葉が途切れた。俺は、お美しい。とぽつりと言った。見つめられて、絹は恥ずかしそうにうつむいた。じゃあ、もういいから、お前は席を外しなさい。私は上井さんと相談しておくから、と松江が言った。絹は会釈して部屋を出て行った。あの娘をご覧になりましたか？どんな髪がいいでしょう？そうですね。兵庫にするか、島田にするか。髪結いは少しかすれたような声で言った。彼はうつむいていた。では、大吉和毛はどうですか？と松井が言った。答えはなかった。髪結いはきちんと膝を揃え、それに両手をついて頭を垂れていた。やがて大粒の涙が膝にぽつりぽつりと滴った。それでは、あの子が、とささやくように言った。ええ。あなたの娘ですわ。あの子は知っているのか？いいえ、まだ知りません。知らせた方がいいですか？いや、知らせないでいい。このままでいい。お前の前で俺はこうして恥をさらしている。これが騎馬人と言われた男の慣れの果てだ。娘にまで恥をさらしたくない。あんなに立派に育ったのを見ただけで十分だ。このまま帰らせてくれ。あなたと別れて、あの子を連れて、この家の主人と再婚しました。主人は私たちを大事にしてくれます。あなたに恨みを言うつもりはありません。あの子もやっと嫁入りをすることになりました。その時、大阪で道楽をして心象を潰し、江戸に出て髪結いになったという話を聞きました。もしやと思いました。
あなたなら娘を見せたいと思いました。恥をかかせたのなら許してください。大阪の白毛町に木和屋甚兵衛という大金持ちがいた。父親譲りの財産を湯水のように使っていた。彼はまず乱舞と茶の湯に凝った。乱舞はラップまたは乱舞と読み、能の演技の間に行う舞のことである。それを習うのに観世や宝鐘などの能楽師を雇い、さらに豪華な能装束を買い集め、能舞台を借りて能楽会を開いた。茶の湯の方も師匠につき、これまた止めどなく高価な茶道具を手に入れた。木和人の乱舞と茶の湯は大名人と言われるほどに上達した。彼は大阪の風流人として知られ、また奇人として有名であった。確かに乱舞と茶の湯は上手であったが、学問がないのがたまに傷だなどとけなす人もいた。例えばこんな話が伝えられている。ある日、木和人がある藩のお留守居役を招いて茶会を開いた。お留守居役は床の間の花入れを褒めて、その名誉を尋ね、木和人は藩将という名だと答えた。どんな字かと聞くと、藩魂胆の藩に天正神宮の将だと言った。藩将は偏将と読み、夕日のことで、仏語では自分の本源を尋ねることであるが、木和人は知らなかったというのである。彼にはもう一つの道楽があった。それがなんと紙を言うことであった。当時、姉川大吉という役者が大人気で、その髪型が大吉和毛と呼ばれて流行した。姉川大吉の髪を言っていた金剛という髪結いを雇ってその弟子になり、髪結いを習った。大吉和毛を覚えると、早速家内の松江の髪を言った。大吉和毛は、兵庫の変形で、曲げの板垣に毛のビラビラがついたものであった。彼は松江だけでなく、家中の女たちの髪を言ってやり、さらに馴染みの料理屋の仲居たちを全員言ってやったりした。松江や家の女たちを芝居見物にやるときなどは大変であった。前の日から言い始めて、徹夜でみんなの髪を言うのである。姉川大吉が出る芝居に、木和人は30人の女を連れて行った。観客は座敷を見てわっと言った。すべて大吉和毛をした女たちが並んでいたからである。何でも29人までは言えたが、30人目は夜が明けてしまったので、舞台から見える前の方だけ、後ろを言う暇がなかったそうだ、などというまことしやかな話が伝えられたりした。この人は一体どういう人なんだろう、と松江は思うこともあった。赤いサンゴのかんざしが流行ると聞くと、何十本も買ってみんなに刺してやったりする。髪型の工夫でヘトヘトになり、熱を出して寝込んでしまう。こんなことをしていいのだろうか。いくら木和屋が金持ちでも物には限りがあるのではないだろうか。そんな彼女の不安も、夫があまりにのんきに彼女を遊ばしてくれるので、漠然とした遠いものに思われてくるのであった。だが、すべてのものには終わりがあり、いつまでも続くものはない。使い切れないほどあったはずの木和屋の金も煙のように消えた。その時、甚兵衛は、落ちるのは一人でいいと言って妻子を離縁し、家も売って姿を消した。
あなたが神憂されているとは。いや、俺も金をもらって神を言うとは思ってもいなかった。皮肉だが、道楽が今や飯の谷になっている。もしかすると、俺は神憂になるために生まれてきたのかもしれない。そんなことは言わないで。別に、俺は後悔をしてはいない。ただ、お前にはすまないことをした。俺の道楽に付き合わせてしまった。いいえ、私も悔やんじゃいません。こうして呉服屋の家内として暮らせるようになりました。今になってみると、あなたが着物の選び方や茶の湯を教えてくれたことが役に立って、あなたのおかげです。俺を憐れんでくれているね。そうじゃありません。私たちは今、別々の道を歩いています。でも、一緒に暮らしたことを大事にしています。それはもう戻ってきませんが、あの子の中にまだ生きているのです。お願いです。あの子のお祝いに、あなたが髪を結ってやってください。しばらくして、やってみようというつぶやきが聞こえた。ああ、と松江は思わず歓声を上げた。絹、とっても綺麗だね。こんな見事な島田は見たことがない。初々しくって華やかで。ありがとう、お母さん。あの神憂のじいさん、上手ね。でも、ちょっと変わったところがあるのね。おや、どうして？神油が目に入ったなんて言って、目をこすったり、鼻をかんでばかりいるの。おかしいわ。絹。はい。本当に、綺麗だよ。幸せにおなり。あの神憂じいさんも喜んでくれるよ。海野浩史小粋な江戸物語シリーズには、物語の背景についての解説がついています。とても興味深いので、合わせてお聞きください。江戸の髪型。江戸時代に女性の髪型は大きく変わった。それまでは、垂れ髪が中心だったのに、言うようになったのである。結髪はもともと男のものであった。つまり女性が髪を結うというのは男の髪型を真似るようになったということなのである。例えば島田髷は若衆髷から作られたと言われる。戦国時代から女は男のように髪を結うようになり、この傾向は江戸時代にさらに盛んになる。町人が経済力を持ち、贅沢な文化を作るようになった。歌舞伎や遊女の風俗を真似るようになり、髪型も役者が流行を作り出し、女たちがそれに従ったのである。特に江戸中期、安永、天明から髪型は派手になり、あらゆる技巧が試みられ、女性の文化ともいえる日本髪が完成される。
女髪結い。髪型が派手になると自分で言うのが難しくなる。そして本職の髪結い職人に言ってもらうようになる。江戸中期には女髪結いという女の職人が現れる。はじめは髪結いにやってもらうのは贅沢とされたが、やがて一般の人々も髪結いを頼むようになる。町人があまりに贅沢をするというので、幕府はしばしば倹約令を出し、女髪結いも禁じられたが、ちっとも減らなかったようだ。また、髪油を使うようになった。自分で言っている時代は水をつけて言った。毎日言い直すことができたのである。髪結いに頼むようになり、毎日やってもらうのは大変なので、油をつけて髪を何日か持たせるようにしたのである。幕末に女髪結いは1400人余りいたそうである。朗読劇場友達座では、海野博先生の特別の許可を得て、小粋な江戸の物語シリーズを朗読でお届けしています。どうぞチャンネルに登録して、他の作品もお楽しみください。